はい。皆さん、こんにちは。ワナルゲルビッシュです。では、今回は、新ギレンの野望、マフティベリーハードチャレンジ、新しく始めていきたいと思います。ギレンの野望、ジオ独立戦争期、シロッコを使って、ハーレム帝国建設という企画をやろうと思っていたんですが、ゴールデンウィークにちょうど、閃光のハサウェイも公開されるというのを控えていますので、今回はですね、急遽企画を変更させていただいて、マフティベリーハードチャレンジと題してプレイをしていきたいと思います。これ何かというとですね、名前の通り、マフティを歴史介入させて、ベリーハードを攻略していこうというチャレンジ企画になっています。では早速、どのシナリオでその企画をやるかというのを考えていきたいんですけども、今回は、ギレンザビ1年戦争編を使っていきます。ギレンはですね、僕、イージーしかプレイしたことなかったので、今回、ベリーハードの恐ろしさをね、体感することになるんじゃないかなというふうに、怖くもあり、楽しみでもありというところですね。では、早速、マフティを歴史介入させていきましょう。本来だったら、ハイニューガンダムにね、乗ってもらいたいところだったんですけども、残念ながら、ハイニューガンダム乗せる歴史介入ポイントが溜まっていないので、今回は、フルアーマーニューガンダムに歴史介入させます。マフティーナ・ビューエリー、ハサウェイですけども、階級は少尉。これは、閃光のハサウェイと同じ設定になってますね。レベルは7なので、まだまだここから成長の余地はあります。射撃、格闘、ハンドは40と、かなり能力は高いですね。で、ニュータイプになっています。で、ハサウェイと言えば、やっぱりクエストというのもあると思いますので、クエストもですね、歴史介入させましょう。ただ、ギラ動画は使わずに、モビルスーツなしで歴史介入させます。では、これで始めていきましょう。久しぶりなので、オープニングも見たいと思います。宇宙世紀00791月3日、スペースコロニーサイド3はジオン公国を名乗り、地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だが、この凄惨な殺戮劇はジオンの真の目的の前では単なる呪縛でしかなかったのである。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て、地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブル。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべく、サイド5ルームに対し攻撃を開始。一方、連邦はレミル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかし、この戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に、連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の旗艦アナウントの中、激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレミル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に、連邦政府に対し休戦条約を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとって、それを断る気力はもうなかったかに見えた。南極で行われた休戦条約交渉はジオン側優位に展開する。相次ぐ敗戦により戦争継続の意思を失っていた地球連邦政府は、ジオンの事実上の勝利を示す条約の調印。まさにその時、レビル奪還サルトの方がジオン本土を駆け巡った。さらに
ジオンの内情を見取ったレビルによって、ジオンが連邦以上に疲れていることが暴露されてしまう。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、戦いは継続していくことになるのである。この事態に対しギレン・ザビはかねてより進めていた地球侵攻作戦を実行に移す。今戦いは新たな局面を迎えようとしていた。レビルの帰還によって連邦は統制を取り戻しつつある。だがそれも今のうちだけだ。地球侵攻作戦の準備はどうなっている？はい、順調に進んでいます。各部隊は作戦開始の指示があり次第地球への降下が可能です。そうか。愚かなる地球市民どもの驚く顔が目に浮かぶ。ドズル様から通信が入っています。回線を回します。いよいよだな兄貴。ソロモンから発信した降下部隊はあと少しで地球降下ポイントへの集結を完了する。第一次降下作戦の開始はいつでも可能だ。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか？はい、オープニングご覧いただきました。まあ、本来だったらですね、すでに衛星軌道上地球上空に集結したジオン軍、これをですねすぐにオデッサに降下させて第一次降下作戦をね、発動していきたいところなんですけども、このベリーハードの恐ろしいところはですね、もう1ターン目からルナ2からは連邦艦隊が、そして地球上空に対して地上からガンガン打ち上げてくるので、正直言って地球侵攻作戦どころではないです。かつですね、ここにいる部隊をオデッサに下ろしたところでオデッサにも大部隊が待ち構えているので、とても攻略できたものではないです。なのでここはもう方針を変えてですね、地球侵攻作戦は無期限延期、しっかりと防衛するための準備を整えていきたいと思います。今この HLV に乗っているモビルスーツ隊はですね、全部 HLV から下ろして、 HLV は全部拠点に戻して廃棄して資源に変えていきます。これをまずしっかりやりましょう。それと肝心の、そして唯一の頼みの綱のニューガンダムなんですけども、今サイド3にいますので、これ一度ソロモンに移動させて、ソロモンから地球上空の防衛に向かってもらいたいと思います。では忘れないうちに輸送だけしちゃいましょう。ソロモンにグワジンも一緒に送ります。グワジンにはこの後ですね、ギレン総帥自ら乗り込んでもらいましょう。これで2ターン後にソロモンにニューガンダムが入ってくるというところですね。で続いてここ HLB グラナダですが、これは全部破棄します。まあ、残念ながらこの HLV を使うことは当面ないかなというところですね。ちょっとでも今ね、戦力が欲しいところなので、これをうまく活用していきましょう。同じくですね、アーバーオクーとソロモンも同じように HLV は廃棄して資源に変えていきたいと思います。では HLV はですね、すべてソロモンに戻して物資に変える指示を出しました。開発に関してはモビルスーツ、モビルアーマー、そして基礎技術全部フルでコストを投入していきます。まずはしっかりとね、ソロモン、グラナダ、ここを連邦軍に蹂躙されないようにちゃんと部隊を展開して耐え切りましょう。本当に恐ろしいほど1ターン目から連邦軍攻勢に出てくるので、まさにこの物量に任せた連邦軍のね、恐ろしい戦いぶりを見ることになると思います。
まあ、ただこちらもね、マフティを今回歴史介入させるという、まあ、ある意味チート的なことをやっていますので、そこでね活路をうまく見出すことができればいいのかなというふうに思います。ではマフティがソロモンに到着してますので、グワジンにギレン総帥を乗せてこの後出撃してもらいたいと思います。まあ、ここでニューガンダムがどういう働きをしてくれるかによって攻略の難易度が全然変わってくると思うので、期待をね、していきたいと思います。連邦軍の方ですが、打ち上げてきましたね。早速、基本的な戦術に関してはですね、補給拠点の134、ここを陣取って連邦軍を待ち構えるという形でいきたいと思います。早速打ち上がってきた部隊はボッコボコにしていきましょう。連邦軍の動きですが、ルナ2から大部隊発進してきてますね。マゼラン、サラミス出てくると思いますので、一番の激戦になるのがここ、補給ポイント1が激戦になると思いますので、ここにマフティを投入します。で、一方グラナダ方面に関してはですね、補給ポイント3、4、ここが激戦ポイントになると思いますので、ここをしっかり守って補給しながら敵を倒すというので、考えていきたいと思います。ではここから連邦軍をボコボコ倒していきましょう。本当に不安しかないですけど、うまくねこの戦い制したいと思います。モビルスーツの開発をどんどん進めて、強力なモビルスーツをね連邦軍に負けじと投入していくのが重要になってくると思いますので、できるだけ開発はね、最速で進めていきたいと思っています。連邦軍はモビルスーツの開発、つまり V 作戦なんて必要がなかった、まあ、そう思わせてくれるベリーハードの内容になってますんで、まあ、もう皆さんねベリーハード体験されたっていう方、中には多くいらっしゃると思うんですけども、まだ未体験の方はですね、この絶望的なベリーハード体験されてみても面白いんじゃないかなと思いますね。ここはですね、貴重な戦艦が沈められないように細心の注意を払いましょう。 HLV なんかもね本当に貴重なので、ここでちゃんと資源に還元できるかどうかっていうのもね、重要なポイントになってくるんじゃないかなと思います。開発部より新兵器の開発が終了したと報告があります。新兵器の開発に関してはポイントになるものは倍額投資をしていきます。それ以外はねちまちまやっていきましょう。開発プランをいかに早く進めていくかっていうのがねポイントになってきますね。専用機に関しては基本的に全部開発します。専用機にどれだけ人が乗ってくれるかというのもだいぶねその戦力的に変わってくるところになりますからね。ま、中長期的に見るとお金も資源も余るとは思うんで、短期的な視点で言うと特に資源ですね、ここは大事にしていきたいと思うので、量産するモビルスーツ何にするかっていうのは、ちゃんとね熟慮したいと思います。陸戦策なんかは当分出番はないと思うんですけどね、まあ、それでも将来的なことを考えて今のうちから少しずつ進めておきましょう。さあ連邦軍ですが、ご覧のような部隊の展開状況ですね。もうすでに追いつかなくなってきてるな。怖いのがやっぱりルナ2から発進してきている宇宙艦隊ですね。サラミス中心だとは思いますけども、まあこれが怖いな。さらに地球上空にもね、ご覧のような形で連邦軍が展開してきているので、どっか一つでもほころぶと全てがダメになる。ちなみにマフティのニューガンダムはここまで来てます。次の次2ターン後ぐらいにはですね、補給ポイント1に到着できるかなと思います。でザクをとにかく量産して連邦軍の物量作戦に対抗していきましょう。
連邦軍がこれを見ると補給ポイント1の封鎖にかかってきているように見えるので、場合によってはサイド4ぐらいまで後退する必要があるかもしれないですね。まあそれも全てマフティ次第というところだと思います。補給ポイントを封鎖されるわけには絶対にいかないので、ちょっとあそこで部隊を散開させてしっかり補給ルートを守りましょうか。新松永専用機、ジョニー・ライデン専用機、ガルマ専用機、この辺りについては前線に持って行ってどっかで乗り換えましょう。ちょっとでも戦力の増強というのもね、やっていきたいところですからね。すでに地球上空にはこれだけの数の連邦軍が展開しています。それに加えてソロモンからもこれだけ、ルナ2からもこれだけの部隊が発進してきているので、どうだろう、この補給ポイント1の防衛が難しくなってくるので、そうなるとですね、次このサイド4まで部隊を撤退させる必要があるかもしれないですね。ただそうなると今度逆にこの補給ポイント3、4も危なくなってくるっていうね、非常に良くない負の循環が始まりつつあるので、なんとかここで食い止めて時間を稼いでマフティが到着するのを待ちたいですね。本当に恐ろしい難易度になってます。連邦軍すでにマゼラン投入してきてますね。サラミスからマゼランに徐々に艦船が変わってきている様子が早くもあるので、マゼランはサラミスよりもはるかに硬い長射程、まあ高性能に全体的に仕上がってますからね。で、補給ポイント1の残念ながら補給ルートがすでに崩壊したな。これ早々に補給できるようにちょっと部隊を展開し直す必要がありそうですが、ちょっとそれももう難しそうなので、早くもどうだろう、サイド4まで一度部隊を撤退させる必要がありそうだな。ここでオルテガがやられた。早いな。3連星はね、やっぱり強力なので、できるだけ長く戦場に残ってもらいたかったところなんですけどね。開発部より新兵器マゼラとポーの開発、あと砂漠戦士をデザートザクですね、この辺りが来てますけども、今すぐ必要ではないものと、お金に余裕があるうちに開発だけ進めておきます。あとは補給ルートをどう守るかっていうところですね。今見ていただいた部分になりますけど、ここがうまく機能しないと飢えてしまうので、ちょっとそこを考えましょうか。一度サイドまで引くかどうか、というところですかね。サイド方まで引くかどうか判断するのに、まだ大丈夫かな。こいつのサラミスさえ撃破すればなんとか補給ルートは守れそうだな。もうちょっと粘りましょう。ちょっと撤退するのが早すぎやしないかいということにもなってくるので、もうちょっと粘ります。3連星はもうちょっとこれ以上ここで踏ん張るのは難しくなってきてるので、一度撤退させましょう。で、回復させないことにはマクベも危ないいいところに入ってきちゃってるので、一度壁を作ってちゃんと補給できる状態を作っておきましょうか。ドズルも前線に到着はしてますね。そしてマフティですね。マフティは短期攻めてもらいましょう。マフティのパネル、移動した後もね、砲撃使えるっていうのがむちゃくちゃでかいので、
これもちょっとうまく活用していきましょう。エネルギーは補給しながら戦いたいよってなると、この無才をずらしましょうか。マフティ発進です。この鑑定数異常ですよね。マゼランばっかりになってきてるな。しかもちょっと早くも、どうだろう、補給ポイント1が失感しそうな気配がちょっとしてきてますが、ここはマフティ投入でちょっと戦局が好転してくれることを祈りましょうか。強力だな連邦軍。ヒルドルプはね、この時点で開発する必要は全くないので無視しましょう。資源ももう底をついてるんですが、資源についてはこの後続々と HLV が戻ってきますので、それを解体して資源に戻しましょう。ザク高機動型はすぐにでも欲しいですね。売額投資しましょう。ザクの高機動型を前線に投入することができればちょっとは変わってくれる。売額投資します。残りは通常投資でいいでしょう。ではファンネル攻撃バンバン当てていきましょう。ここからね、なんとか連邦軍を押し返さなくてはいけないという状況になってきてますので、連邦軍を押し返すべく部隊を動かしていきます。特に注意しなきゃいけないのが補給ラインをね、守りきれるかどうかというところにもなってこようかと思いますので、補給ラインには特に注意をしましょう。シャアはここにいますね。もうシャアなんかもフル活用していきます。グラナダ方面が今度ちょっと微妙な雰囲気漂ってきてますね。これも制圧し返さないといけないですね。ランバラル隊を送ります。ハサウェイのニューガンダムのマップ攻撃だけだと連邦軍を押し返すのがちょっとしんどそうな、圧倒的な連邦軍の物量になってきてるので、どうしようかな。モビルスーツをしっかり開発急ぐっていうのはもちろんするんですけども、やっぱサイド4まで部隊一旦下げないとダメかもしれないですね。シャアは乗り換えてもらったりした方がいいかもしれないな。今のマフティのマップ兵器500くらいでしたね、ダメージが。もうちょっと広範囲、もうちょっと効果力になってくると連邦軍一掃しやすくなってくるかなと思うんですけど、まだこの数いるからな。まあ、とりあえずマフティに関しては最前線で踏みとどまってもらいたいと思います。でサイド4は絶対に抜かれないように、突破されないように気をつけましょう。クランパーコースが撃破されましたね。グラナダ方面の戦力が自利品になってきてるな。できればそっち方面に、モビルスーツ隊を送りたいところですけどね。シャアも撃破されたし、いやこの数無理だわ、本当に厳しいですね。サイド4まで撤退するかどうかっていうのは本当によくよく考えた方が早くも良さそうですね。ちょっと状況を確認しましょう。まずはサイド4方面ですが、この数ですよ、この数ちょっとやばいですよね。マゼラン、サラミス、いろいろ入ってますけど、この数。グラナダ方面もちょっと押し込まれつつありますね。ここにはモビルスーツ隊を増強する必要がありそうです。ただ一番やばいのはやっぱここだな。マフティをどう活用するかっていうところですかね。ちなみに砲撃ファンデル撃つとするとここだな。
もうちょっと前に出してもいいかな。ユーリーを下げて、いや、マフティー、ここ、これ以上下げられないか。ユーリーを下げるか。ニューガンダムを前に出すか。でも、焼け石に水だからな、この数だと。とりあえず、どんどんモビルスーツ隊を前線に送りましょうか。という、もう、どうだろう。しばらくの間はですね、きっと、特に進展もなく、ここら辺でうだうだ敵と大攻防戦をする姿をただただ皆さんにご覧いただくという形になってしまいそうですが、もう皆さんお分かりの通りかなり骨のあるプレイになりそうですので、じっくり腰を据えてプレイしていきたいと思います。では今回は一旦ですね、ここまでにさせていただいて、次回以降もしばらくの間はこんな感じでうだうだなっちゃうかもしれませんけども、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。